株式会社ラップは映像制作における技術と制作を兼ね備えた総合プロダクションです。九州沖縄管内の NHK や民放各局での番組、またプロモーションビデオやコマーシャルなども制作しています。さらに飲食部門ではカフェ2店舗とバー1店舗を展開しています。ラップにはテレビ番組やコマーシャルなどを撮影してきた腕のあるカメラマンが在籍しています。また最新のカメラを導入し、表現力豊かな映像を生み出すことができます。ここでそのカメラを一部ご紹介しましょう。キャノンのシネマカメラ C300 は映画相棒や CM などで使用され、フィルムのような質感、色、画質を表現できるカメラです。ユニークな組み合わせでの撮影も行います。ジャイロボードを使って被写体に並走したり、動画に特化した一眼レフカメラ 5D を使った番組制作も行っています。空撮が可能なドローンを使っての撮影も行います。こんな大迫力の映像も撮れるんですよ。これら多くの機材を駆使して制作したプロモーションビデオをご覧ください。ラップではテレビ番組での音声の収録、イベントでの PA 業務なども行う音のプロフェッショナルが様々な現場で活躍しています。映像と同じく音も非常に重要な要素です。ラップではテレビ業界においてさらに専門的な分野の業務も行っています。テレビ放送の生中継回線をつなぐリモートセンターでのオペレーションなど、弊社の技術者が活躍しています。ラップ制作部には主にテレビ番組を制作するディレクターが在籍、民放各局の番組制作を行っております。ディレクターになるためのいわば修行期間でもあるアシスタントディレクターも様々な番組で活躍しています。
さらにラップではテレビの報道部での業務を請け負っています。ニュースのオンエア D や MD として VTR やテロップの送出をオペレーションしたり、お天気カメラの操作をしたり、福岡で起きたニュースをいち早く伝えるため日々女性スタッフが奮闘しています。ラップの編集室には多種多様な編集機を完備しています。アビットメディアコンポーザーをはじめ、アドビのプレミアプロやファイナルカットプロでオフライン作業を行い、特殊な合成加工はアドビのアフターエフェクトやモーションを使用しています。またテレビ放送に対応したテロッパーでテロップを制作、カンパケ作業も行います。ラップには映像業界だけではなく、飲食部門が展開する3店舗のカフェとバーがあります。いじりと清川にあるカフェではイタリアの本格エスプレッソマシンを完備、ケゴにあるバーでは10種類以上の世界のビールをはじめ、カクテルなどを大人の空間で楽しめます。株式会社ラップは平均年齢が20代の若くてワイワイ楽しい会社です。お花見やバーベキューなどレクリエーションも頻繁にあるよ。若さとやる気に満ち溢れた方をお待ちしています。みんなで映像業界を牽引するクリエイターになろう。最後に、右下にいる僕のこと気になってたでしょ。僕はラップのゆるキャラみたいなやつ、ラップくんです。 LINE のスタンプもできる予定。以後お見知りおきを。